アダ区立中川小学校は東京都アダ区内、ヤ田3丁目にある公立小学校。略称は中川小。1958年、アダ区東部地域の児童数の増加に対応するため、アダ区立東府地高小学校の分校として開校した。1962年に区立中川小学校として独立開校すると、周辺地域の学生児童の教育を一手に、 になっていた。その後新たに設立された足立区立中川東小学校に一部生徒児童を移籍させ、現在の火災用水路を隔てて二つの小学校が並ぶ景色ができた。生命尊重の精神に基づき、心身ともに健康で豊かな心を持ち、自主性と創造性に富んだ個性豊かで実践力のある児童の育成を目指し、次の目標を設定する。 4月5月6月10月11月12月2月3月、中野東吉園部秀夫磯の茂雄鈴木康氏、秋山正江宮本貞子伊藤泉香の茂る佐藤、六尾伊藤康幸福田厚子加藤信之石川和美一番常に、正しく進むは我らは巣を目指して学ぶは我らともと、仲良く中川に移る星などを数える我ら、中川中川我らの我らの中川小学校二番、 いつも心を磨くわ我ら強い体を作るわ我ら。満ちて溢れる豊かさを胸に叩いて微笑むわれら。中川中川我らの我らの中川小学校三番層に、優しく語るわ我ら雨と、静かに歌うわ我ら空の雲へと手を振りて描く未来へ。弾むわ我ら。中川中川我ら,我らの我らの中川小学校記入。令和元年度在校生太平洋。戦争終結から、しばらくまで。 足立区東部地域の学校教育施設は、東和地区の足立区立東淵工小学校のみであった。しかし戦後の周辺地域の宅地開発による人口増加で生徒児童数が急増すると、東淵工小学校のみでは、生徒の教育指導や学校経営に支障をきたすようになった。そのため、大谷電地区の生徒児童を受け入れるために、1958年に、 現在地に、足立,立東淵地高小学校中川文校として開設され、同年9月1日より授業を開始した。文校開設当初は、木造2階建て校舎に、学級数6、生徒児童数288名からの出発であった。その後の職員室、特別教室などの増築や鉄筋校舎への改築工事を経て、1962年4月1日に、 あだち区立中川小学校として独立開校する。開校当時の規模は1から5学年までの学級数15、生徒児童数696名であった。中川小学校が開校した後も、周辺地域の宅地開発と人口増加はとどまらず、むしろ当初の学校側の予想をはるかに超えた勢いの増加率であった。このまま事態を放置していては、 かつての東福知高小学校のように健全な生徒児童の教育指導と学校運営を行う適正規模を超過してしまうことは明白であったため、足立区は周辺地区での学校用地取得に奔走し、1972年に足立区立中川北小学校が、1978年に足立区立立沼小学校が順次開校し、その度ごとに、 学区域の変更と在籍児童及び教職員の転籍を行った。また、1970年代に、金傍の日立工場の移転跡地に、大規模住宅団地の建設が決定されると、増加が予想される、生徒児童の受け皿として、火災用水路を挟んだ東隣に、足立区立中川東小学校が建設され、同校開校の後の1980年に、 学区域を変更し、生徒児童684名及び教職員14名を移籍した。ありがとうございます。